にちは、KW 社員と山口桜子のコンスピラシーセオリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ここ九段社じゃないですか。すぐそこの靖国神社で、はい、この間ちょっと失礼なことをするね、うん、外国人がいましたけどね、うん、もうあれちょっと警官いつも回ってんですよ、あの辺、うん、だからあの時間帯は全然そういう警備いないのかなと思って、逆にちょっとなんでだろうと思ったんですけど、あれ私の台湾の友達の弁護士さんから速攻メール来て、うん、こんなやついるってけしからんみたいな台湾の人が怒ってます。けしからんですよ、だって、うん、だまあまあまあ、もうでも正直地獄行きですよだからいいやって思って、まあね、うん、自分でそういうの買って出たって感じがすんなくて、ちょっとね、あの後でもう一回あの現場見に行って、うん、あの謝ってこようかと思ってるぐらいですよね、うんうん、逆に申し訳ないですね、うんうん、まあそんなあの九段下から今日もお送りしてますけども、はい、まあ最新の一番フレッシュなところでは、今のバイデン大統領と言われる人の、息子、はい、ハンター・バイデンの裁判が、とりあえず一つ目の裁判ですかね、が決着つきましたね。見てますあれ裁判は、うんうん、今回のは銃を不法所持して、うん、でその銃を手に入れるときに自分がライセンスを持ってないのに持ってるって言ったんですかね。だからあと犯罪歴がないとか言ったんだっけ。あ、それか、うん、犯罪歴がないって言ったのか、うん、それとあと買うその、まあ、タイミングでドラッグのコカイン、うん、もうね、その裁判所でも言ってるんですけど、ただのコカインじゃないですよ、もうコカインクラックって言ってる、うん、クラックコカインか、うん、って言ってる、もう要は、ね、クラックなんですよね、はいはい、でそれを当時その20分おきにやってたっていう昔のその子供も一人いると言われてる、うん、まあ、当時の彼女もそんな証言もしてたし、うん、あのだ結局3つの罪でまあ問われていて、最長25年の禁錮刑になるし、7500万ドルぐらいの罰金、うん、違う75万ドルだ、ごめんなさい、日本円でいう7500万の単位、はい、でその細かくなるんですけども、まずそのお店に嘘をついたっていうのが一つと、うん、あとそのライセンスを持ったその、要はお店の店員に嘘をついたっていうの、うん、同じ内容なんだけど、それで2つ、うん、それとその購入するときに自分が中毒だったっていうことが、まあ後から分かったんで、その3つなんですよ、うん、ただこれは今回その初めてなんですよね、そのハンター・バイデンの罪がその有罪としてちゃんとこう形になったのは、はい、で、まあ、そのバイデンはずっとここに来るまでも、まあ、ハンター・バイデンって言ったらこの銃購入の問題なんて実は些細なことでね、ただもうあのこれ重罪なんですよ、トランプ のこの間の裁判が本当あの口止め料経済だったものがあの重罪にされてたんですけど、まあ今回は本当に重罪で、でまあハンター・バイデンっていうと、まあごめんなさい、あのラップトップから、はいはい、ターンを発すると思うんですが、うん、そこからちょっと一回整理しようと思うんですね。まあ、ハンター・バイデンがデラウェア州、地元のね、パソコン修理屋に自分のまあ使ってたパソコンを修理に出した。でそれが、何ヶ月も修理直っても取りに来ない、うん、でそれを半年ぐらい経つとそのお店の方で中を見たりしていいというか、まあ、本人がその所有権を放棄したとみなすのかな、はいはい、で一応中を見たら、これって大統領の息子だよねと、それがこんなものを、あ、でもその時はまだ大統領になってなかったんだ、あの2020年の、うんうんうん、まあ、中盤ぐらいの話だったから、うん、まあ、候補ではあった、候補ではあった、うん、まあ、元副大統領、ね、はいはい、が
こんなことをしてたのかっていうことをその修理屋が分かって、で FBI に連絡を一応したんですよね、うん、警察に連絡したかな、うん、そしたらその FBI の方から分かったと、取りに行くから待っててくれ、で結構それがあの待てどもくれども全然連絡がないんで、ジュリアーニに連絡をして、うんうん、こんなものありましたよ、でそれでジュリアーニがそれをニューヨークポストかなんかに、うんうん、あの情報を渡して、ジュリアーニは元ニューヨーク市長だからね、そう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 、うんうん、で元々トランプ の、あの、うん、顧問弁護士だったじゃないですか、はいはい、でそれをあのニューヨークポストに出したら、まあ、ニューヨークポストがそれをハンターのラップトップだっていうこと で、中に入っていたその疑惑の種になるものを、まあ、いくつかこう紹介したんですね、そしたらまあその時点で、FBI の、エージェント51人にその FBI の長官からこんなものが出てるけど、それはそのロシアの、工作員が仕掛けたものだから、うん、あのまあ、取るに足らぬものなので本物だというようなね、認定をしないでくれっていうようなこうメールを流したんですね、うん、で結局それによってハンターのラップトップっていうのはロシアが仕掛けた、まあ、そのスパイ行為の一つで、うんうん、まあ、破壊工作ですね、はいはい、ガセネタによる、そうそうそうと、うん、いうことで、まあ、それもロシアのせいにされてるんですけど、うん、その、まあ、そういうものがあるから、そういうのはあのメディアの人は本気にしないでくれ、うん、でも、まあ、トランプはそれをと、ディベートの場でも言ったけど、ハンター、あと親父のジョー・バイデンはその自分の息子はもう立派な息子だからそんなことはしてないし、あのそんなのはデマだって言って、うん、まあ、で司会者もそれでじゃあ次の話に行きましょうって言っちゃったんです、うん、マイク・ウォレスっていうね、うん、当時の FOX の司会者なんですけど、はいはい、行っちゃって、でなんかちょっとうやむやになったけども、ずっとそのハンターのラップトップっていうのは、まあ、ずっと話題にこと書かないじゃないですか、リークがねいっぱい出てね、そうそう、その後もね、それこそその何小さい子たち、あの未成年の子たちを、まあ、ちょっとはべらしてるとか、あとストリッパーなのか、コールガールみたいなのを呼んで写真を撮ってたりとか、うんうん、実際クラックを、うん、なんかやってる写真、ただああいうのは自分でそのラップトップから俺もこう見つけ出してるわけじゃないから、どこで何か他の人のちょっとバイアスかかってるかもわかんないから、最初はそうなの、そうなのって言って思ったけど、ラップトップフロムヘルって言ってあのことについてすごく詳しく書かれた本があって、はい、でその作家ジャーナリストの人は女性なんですけど、まあ多分国名にねすごいいろいろちゃんとリサーチしてるのを、まあ、ちょっと読んだんですよ、そしたらまあこれ結構嘘じゃないなとか、あとその後そのメールの内容、まあ、さっき言った写真とかクラックとかってそのちょっとまあ犯罪に関わることなんですではあるんだけども、もっとその中国とかロシアとかウクライナとかのその、まあ、外交的な部分とのいろいろ接触っていうのもいっぱい出てきてて、はい、で、まあ、それが実は問題だ、本当に一番だから父親が副大統領時代にその権力力を使っていろんな国で、まあそのチャイナとかウクライナの要人をホワイトハウスに呼んでたりとか、はいはいはい、してましたよね、副大統領の息子っていうだけで呼んでたりとかね、それだからそういう事実もあるし、うん、その当時ハンターと一緒に組んでいた、なんとかボブリンスキーっていう、はいはい、トニー・ボブリンスキーっていう人とか、うんうんうん、あとデーブ・アーチャーとかって、うん、まあ、それ別口なんだけども、中国の時のビジネスパートナー、うん、ウクライナの時のビジネスパートナーみたいなのがちゃんといて、でその人たちが出てきて、ハンターあれ本当だよってみんな証言してんですよね、うんうんうん、で結局多分その人たちもハンターにその後多分まあなんていうんですか、切られたというか、まあ、あんたとは関係ないよみたいなふりをされたんで頭に来てるんでしょう、そのいろんなところで告発するってことはね。でも性格がいい人とはちょっと思えないんでね、簡単に。まあというか、まあ、本当にだってもともとその軍隊にいた時もドラッグで除隊になってるし、
なんか自伝も出してたけども、うん、それでも本当にすごいコカイン中毒だったってことを、まあ、自分で言ってますね、カミングアウトして、うん、ただそれはね、そのリベラル民主党の人たちはカミングアウトしたことが偉いとか、自伝は最近ですよね、去年でしたっけ、ね、2、3年前じゃないかな、なんか絵が売れ始めた時、ああそうかそうか、あれは、ま、ね、マネラ、あのあれですよね、資金成長ですよね、すごい、まあ、なんか子供が帰ったみたいな、政治家のパーティーみたいなもんだよね、そうそうそう、すごい高い値段で売ってて、その頃に自叙伝出して、うん、その中では自分のそのやったことの悪いことのほんの一端だけを言って、すごいそれ自分はちょっとちゃんと告白して、告白してみたいな感じに言ってた、でそのに向き合って、うん、そこからなんか復帰しようとしてるっていうことを美談みたいに、うん、どんどんなってカーペットの上に落ちてたあのパルメザンチーズを間違って吸ったぐらい中毒だったとかでしょ、そういうのを受けたんですよね、そんなことも、まあ、ありつつも、まあまあ、ダメな息子だっていうような評判はだんだんこう、まあ、伝わっていき、でだんだん裁判が出てきて、一個脱税の裁判もあるんですよね、うん、で脱税とこの住所持に関して今その裁判になってるんですけど、本当はさっき言ったような、まあその小児性愛的なものだったり、うん、まあ、まあ当時クラックやったのはもう今更多分時効だと思うけども、うん、あとその父親の副大統領その辞にそれぞれの国と、まあ何て言うのか、マネーロンダリング的なことをやっていたっていう、それはもう本当にあので、それに関しては父親のバイデンだって、自分が副大統領の時に相手の検察に圧力かけてその人事を、うんうん、変えてやったみたいなことを言ってたじゃないですか、それすらもその、うん、大手メインストリームメディアはやらないからね、反応しないからね、うん、だからそのほら全部外国とのディールに関してビッグガイが 10% だっていう、ビッグガイ、うん、バイデンが、つまり自分がまとめた、ハンターがまとめた話に関して父親は 10% 取ってるっていうのも出てましたよね、出てたし、中国のやつだっけ、うん、あと子供を LA かなんかで、あのホテルでミーティングしたやつですよね、ビッグガイですよね、ビッグガイのやつ、あと子供、弟も来てたもんね、あ弟もいる、うんうん、ジェームス・バイデン、はい、家族で悪いからね、あそこはね、本当に、いやだって家族全部含めると20何人その そう お金が回ってるっていう、ね、ウクライナで4ミリオン、チャイナで7ミリオン、ロシアに 3.5 ミリオン、ロマニア、パナマ、カザフ、それぞれ1ミリオン、あとメキシコとかシリア、やっぱり 1.何ミリオンとかをそこのポケットに入れるってことが、バイデンファミリーだけでやってたってことがもう出てるので、もうそこをつつかないでその銃持ってて、だって今の書類があるないとかだからね、今のハンターの奥さんだったり、その兄貴の奥さんで元愛人、あだってさ、その兄貴のまあボー・バイデンの奥さんだった人で、その、まあ、亡くなった後未亡人になった時に、はいはい、ジョーじゃない、ハンター・バイデンはそのお兄さんの未亡人と愛人関係にあったでしょ、しばらく、ね、しばらくでコカインやらしたって言わ、うん、今回もね証言してますし、うん、あとあれですよね、その、まあ、その娘にも スーパーのゴミ箱に銃を捨てに行かされたって、あ今回 ね、 でそれあの映像も出てましたもんね、うん、だからもうこれ完全に黒だっていうことで、まあ、有罪になったんだと思うんですけど、でこれをまた要は今トランプの裁判がずっとあって、あれがその司法をあの武器化政治化してるって言って叩かれてるじゃないですか、うん、今回逆に今度、リベラルメディアはハンターのこの罪を、ハンターのなその名字がバイデンじゃなければこんな風に大事になってないって言って、バイデン、話違い全然違う、すごいですよね、うん、まあ、もちろんそうだったのかもしれないけど、そのいやでもそはバイデンの息子じゃなかったら国売れないでしょ、だって、うん、まあ、そのだからその、まあ、ね、銃で銃をその不法入手したっていうところは、そんなにね、あぶり出されなかった可能性はあるけども、うん、まあでもずっとその前回の選挙の前の討論会でトランプが主張してた、トランプが主張してたことがもう全く そんなことはない、事実じゃない、事実じゃないって言ったことが、まあ、いろいろ事実だってことが出てきてるっていうことが問題であって、そうですね、
でトランプのそのね裁判についてはじゃあちょっとまたこの後続き話しますけれども、はい、はい。